スパイクタイヤ、スパイクタイヤは、凍結路での走行性能を向上させるために、タイヤのトレッドの表面に金属などで作られた、滑り止めの秒を打ち込んだタイヤである。スパイクタイヤは1959年にフィンランドで誕生。以後10年間で欧米に急速に普及した。日本では1962年に生産が開始され、 スノータイヤに比べ氷結路面でのグリップ力が大きく、ブレーキ効果が高い。タイヤチェーンに比べても、脱着の手間も不要である。かつては、硬質ゴム製のピンを用いた、スパイクタイヤが開発、販売されていた。また、氷点下の温度で硬化するゴムのピンを埋め込んだ、スパイクタイヤが販売されていた。しかし、スパイクタイヤには、という欠点がある、モータースポーツでは、 海外では、氷上レースや冬季に行われる、ラリーイベント、スウェディッシュラリーなどなどで、北欧メーカー製のスパイクタイヤが使用されることがある。一方、全日本ラリー選手権をはじめとする日本国内の、ラリーイベントでは、氷上や、説評路を走行する区間でも、スパイクタイヤは一切使用されない。オートバイ用のスパイクタイヤは、業務用途に利用される車種向けに、 少数の製品が販売されており、新聞配達や郵便配達などの一部で用いられている。一部の国では、氷上走行レース専用のものが製造されている。スウェーデンやフィンランドなど、一部の国では現在でも、スパイクタイヤが使用されている。スウェーデンでは、陶器のスパイクタイヤの装着率が、約90%に上るため、道路舗装の摩耗が問題となり、 摩耗量を低減させるための取り組みが行われている粉塵問題に対する研究も行われているが陶器のスリップ事故の防止という直接的な安全対策が重視されている日本では1980年代からスパイクタイヤによって削られた路面から発生した粉塵による人体への悪影響が懸念された仙台市では夜間の路面凍結が多い一方で 降雪量が少ないことから昼の乾いた路面が削られる粉塵郊外が深刻であった。その様子は仙台砂漠と揶揄されるほどのひどさであり、仙台市役所はいち早くこの問題解決に動いた。粉塵問題が叫ばれ始めた当初、その原因がスパイクタイヤであるとまだはっきりはしていなかった。しかし1981年、 昭和56年1月27日付の河北新報読者欄にてなぜ仙台の街は誇りっぽいかという読者からの新聞投書きっかけにスパイクタイヤが原因ではいや未舗送道路から持ち込まれる土泥ではという論争が巻き起こりマスコミ全体を巻き込む社会問題へと発展したこうして関心の高まりを受け同年11月に 仙台市道路粉塵問題研究会が発足し、粉塵発生の主因が、スパイクタイヤによる道路舗装材の作損であると発表。論戦に一旦の終止符が打たれた。また、北海道などの積雪地では、雪がなくなる4月頃まで、スパイクタイヤを装着したまま舗装路を走行する自動車が多く、特に粉塵の影響が目立つようになった。同地で、粉塵は、車庫と呼ばれ、 札幌雪祭りでは、雪像が車庫で黒く汚れて、観光への悪影響も示唆された。1983年、昭和58年には、仙台市で、第一回道路粉塵問題行政連絡会議、開催、環境、通算、運輸、建設、自治、警察の6章による、スパイクタイヤ使用自粛指導要望などが施行された。1985年、 昭和60年12月に宮城県が全国初のスパイクタイヤ対策条例を制定したのを皮切りに札幌市などがスパイクタイヤを規制する条例を制定した。1984年昭和59年に社団法人日本自動車タイヤ協会によりスタッドレスタイヤ制動試験が実施された。しかしスパイクタイヤの販売は1985年。 昭和60年にピークを迎え、年間800万本、浮遊用タイヤの68%が、スパイクタイヤで占められるようになる。スパイクタイヤが原因の粉塵は、ますます深刻になり、1986年、昭和61年に、通称産業省より、スパイクタイヤの出荷削減が指導された。1988年、昭和63年に、 公害登場制委員会において、タイヤメーカー7社と長野県の弁護士等との間で、スパイクタイヤの製造、販売中止の調停が成立し、1990年、平成2年6月27日には、スパイクタイヤ粉塵の発生の防止に関する法律が発布、施行された。禁止条項は1991年、平成3年4月1日施行。 罰則規定は1992年、平成4年4月1日施行。この法律によって、積雪また凍結の状態にある場合は、スパイクタイヤ使用が認められるが、それ以外の場合は、セメントコンクリート舗装、またはアスファルトコンクリート舗装が施されている道での、使用は原則禁止された。逆に言えば、指定された。 地域以外の場所や舗装されていない道路については、積雪していなくても、スパイクタイヤの行動走行は禁止されていないことになる。ただし、緊急自動車、パトロールカー、救急車、消防車及び、緊急自動車に指定された自衛隊車両など、や死体に6級以上の障害がある、身体障害者が運転する自動車へのスパイクタイヤの装着は、例外として、 禁止規定から除外されている。また、道路運送車両法上の原動機付自転車、125cc 以下のオートバイなど及び、軽車両、自転車などには法律は適用されない。法律や条例による使用規制と代替製品の普及や品質の向上、ピン抜きセンターの設置等の活動により、国内におけるスパイクタイヤ着用率は急速に低下し、合わせて、 高価倍人の量も減少した。環境白書においても、スパイクタイヤに関する独立した項目があったのは1995年、平成7年版が最後であり、2003年、平成15年版を最後に、スパイクタイヤの子もなくなっている。スパイクタイヤ粉塵の発生の防止に関する法律においては、積雪または凍結の状態にある路面において滑ることを防止するために、 金属病その他これに類するものをその設置部に固定したタイヤと定めされている。また2004年平成16年6月に環境省によって策定されたスパイクタイヤに該当するか否かを判断するための指針においてはと定義されている。日本国内においては正規のメーカーによる製造及びルートではすでに販売がされていないため現在は 国内メーカー製造、流通のスノータイヤや韓国製タイヤにユーザー、自らがピンを打つか、あらかじめピンが打ち込まれたタイヤを個人輸入という形で使用しているユーザーが存在している他に、一部ショップでは、国内メーカー製造、流通のスノータイヤに、小売店自らが、スパイクピンを打ち込みだものを、スパイクタイヤとして販売していることがある。また近年は Web での販売で、完成品、 輸入品の保証のないスパイクタイヤを誰でも容易に購入できる危険性が増大している。日本国内において一部の緊急自動車や新商社を除き、スパイクタイヤを装着しての行動走行は違法ではあるものの1月から3月上旬にかけての積雪地域では事実上の黙認状態としてスパイクタイヤの走行が認められている場合がある。また、 除雪用グレーバーやバケットローダーなどの除雪用途の建設機械では通常のスタッドレスでは除雪業務に対応できないためにスパイクタイヤを装着し作業を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。